ヘールは、ベルギーアントウェルペン州にある市である。中心部は、シントイコール・アマンズ、シントディンフナ、ホルベン、エルスムの4地区からなる。その周囲に、テナールト、ベル、ステレン、オーステルロ、ザンメル、ウィンケロム、プント、ラールムなどの村がある。考古学的な調査からは、鉄器時代に集落があったと考えられる。ヘールという地名は、黄色を意味する。 ゲルマン語に由来すると考えられ、中世初期に遡る。13世紀半ばには、カンブレーの律を治む司祭、パトルース・キャンリソンシスという人物が、ビータ・ソンクタイ・ディンプニーという著書の中で、聖、ディンフナガヘールに住んだという交渉を伝え記している。この聖人の伝説に惹かれてこの地を訪れる、巡礼者は多く、それによって、町の人口も増えた。12世紀。 ヘール周辺の領域はグリムベルゲンの修道会の所領となった。その後、中世を通じて領主が何度も入れ替わったが、彼ら領主はブラバント公に中世を誓っていた。13世紀前半にはヘールに一種の自治権が与えられた。18世紀末までの中世の歴史はブラバント公国の歴史に従う。この町の主な産業は羊毛のための羊の飼育であり、 天の栽培も行われていた。15世紀初頭には織物会館が建てられ、後に市役所となった。80年戦争で教会を含む建物はもちろん、この地の産業も大きな被害を被った。19世紀初頭にかけて繊維産業は回復していったが、経済の主力は雷麦、煙爆、大麦、蕎麦などの農業に移っていった。また、当時、ヘールは、 ラテン語学校でも有名で、ルーベンカトリック大学への受験勉強のため、遠くからヘールに来る学生が多かった。1795年、ブラバント公国は解体し、ヘールはフランスのドゥーネスス県に包含された。アンシャンデチームの貴族、聖職者らは、市長に権限を異常し、市長が姿勢を担った。ヘールは1830年のベルギー独立革命に、 積極的に加わり、ベルギー国王レオポルド2世から名誉期を授与された。19世紀には、新しい教会も次々建てられた。1944年9月には、ベルギー解放闘争の中で、ヘールの戦いがあり、同月23日に解放を達成したが、軍民共に多くの地が流れた。ヘールは、早期に、精神科医療において、必修用療法を採用したことで知られる。 ホストファミリーに患者を預け、家庭生活に触れさせることによる、肯定的な効果があることに基づいた措置である。7世紀の末、ティンフナがアイルランドからヘールに移り住み、こうした療法を行ったと伝えられている。13世紀には、患者が昼間は街に出て、夜眠るために病院に戻るという形態が見られた。ヘール市外。当初、この取り組みは、 生ン富な教会の司教座制度を参事会によって行われていたが、18世紀までに教会を介さずに行われるようになった。患者の数は増え、この町は外国にも知られるようになり、それによる経済効果も生まれた。1879年、オランダのフィンセント・ファン・ゴフホの父親は彼をヘールに送ることを考えた。 1938年には3736人の患者が受け入れられ、過去最高に達した。この療法は世界の多くの医療機関から評価されているが、先進的に過ぎ、どこでも実施できるわけではないとも言われる。奇襲用療法の考えが他の場所でも広まったのは20世紀になってからである。現在、元の病院の跡地に、 近代的な精神改良センターが立ち、約500人が受け入れられている。シントイコールアーマンズ教会に面し、カフェテラスに囲まれたマーケットプレイスは町の中心部である。市役所の最も古い箇所は17世紀のものである。その近くに、シントディンフナ教会が聖ディンフナの埋葬されたちに立っている。その他の市の見どころとしては、ラン畑。 樹齢100年を数える品の木、3台の風車、軍事墓地、いくつかの博物館、古い製板書などがある。聖アレクシスカレッジは、ガブリエル・ハンン・ィボットによる、アール・ヌーボー様式の図グラフフィートで飾られている。いくつかの小中学校、高校のほか、ケンペン・カトリック大学がある。ヘールは、周辺地域の農業、産業、商業の中心地である。 ヤンセンファーマー社の科学工場、バイオ技術のジェンズイム社の生産工場などが所在する。また、欧州委員会の科学技術共同研究センターである、標準物質及び、軽量技術研究所が置かれている。技術センターのイノテック、サプル、また危険物情報センターの本部がある。ヘールは、サッカークラブ警戒、C。 バーブロデリング・ゲイルの本拠地であったが、会社の倒産によりとなり町メールハウトのクラブと統合して、バーブロデリング・ゲイルメイヤーハウトとなった。ヨーロッパでも最大のレゲエフェスティバルの一つ、レゲエヘールが毎年8月初めに開催されている。ありがとうございます。